アメリカ独立戦争の1777年4月に大陸軍とイギリス軍の間で行われた戦闘と一連の小競り合いの総称である。主たる戦闘は4月27日にコネチカットのリッジフィールド村で行われ、翌日にはリッジフィールドと現在のウェストポートに近い海岸線との間で小競り合いが起こった。1777年4月25日、 ニューヨーク植民地総督のウィリアム・トライアン少将の指揮するイギリス軍がコネチカットのフェアフィールドとノーウォークの間の海岸に上陸し、そこからダンベリーに向けて行軍した。そこでイギリス軍は小さな守備隊を追い散らした後に大陸軍の物資を破壊した。イギリス軍が動いているという知らせが広まった時、コネチカットの民兵隊指揮官たちが行動に移った。 デイビッド・ウスター少将、ゴールド、エス・シェリマン巡将、およびベネディクト・アーノルド巡将が、大陸軍の正規兵と地元民兵を合わせて、およそ700名の部隊を立ち上げ、イギリス軍に対抗しようとしたが、ダンベリーで、イギリス軍が物資を破壊する前に、そこに到着できなかった。その代わりに海岸に戻る、途中のイギリス軍に対する攻撃にかかった。 4月27日、ウースター将軍に率いられた中隊が南に向かうトライアン部隊の後衛に二度攻撃を仕掛けた。その二度目の戦闘でウースターは致命傷を負い、五日後に死んだ。その後主戦闘がリッチフィールドで起こり、アーノルドの指揮する数百名の民兵がイギリス軍と対決し、街のメインストリートを駆けながらの戦いで追い返されたが、イギリス軍には、 そこそこの損失を与えた。別の民兵隊が到着し、翌日にはイギリス艦隊が待っているコンポビーチに向かうイギリス軍への攻撃を続けた。アーノルドは民兵といくらかの大砲を集結させ、イギリス軍の上陸点近くでイギリス軍に対して抵抗したが、その陣地が側面を突かれ、イギリス軍の砲撃と銃剣突撃によって部隊は散り散りになった。 イギリス軍の遠征は戦術的には成功した形になったが、これを追いかけた行動でコネチカットのパトリオットの支援を固めることになった。イギリス軍はその後も二度コネチカットの海岸に近い街を襲ったが、内陸部深く入るような襲撃を行うことはなかった。アメリカ独立戦争の初めの2年間でコネチカットは逃走の現場になってはいなかった。 北に隣接するマサチューセッツでは1775年4月にこの戦争そのものが始まり、西のニューヨークでは1776年秋の作戦でニューヨーク市がイギリス軍に占領されていた。ニューヨークを占領するイギリス軍の総司令官、ウィリアム・ハウ・少将は1777年の作戦として反乱軍の首都フィラデルフィアを占領することを 主目的とする構想を描いていた。ニューヨーク市防衛のために残された部隊には、元ニューヨーク植民地総督ウィリアム・トライアンの指揮下に、植民地兵3000名の一個旅団が含まれていた。トライアンは1777年春に、植民地軍の少将に、暫定昇進を果たしていた。ハウの作戦では、トライアンに、ハドソン川沿いで行動し、あるいは事情が許せば、 コネチカットに入る権限を与えていた。トライアンはその作戦シーズンの初期行動として、コネチカットのダンベリーにある大陸軍補給所の襲撃を命じられた。ハウは、その補給所の存在をインディアン代理人外ジョンソンのスパイ活動を通じて知っており、その以前にもニューヨークのピークスキルにある大陸軍の補給所を襲撃して成功を収めていた。 12隻の輸送船、1隻の病院船及び、幾隻かの小型集停からなる艦隊が編成され、ヘンリー・ダンカン海軍大佐の指揮に委ねられた。上陸部隊は、第4、第15、第23、第27、第44及び、第66不評連隊から集められた1500名の正規兵とモンフォール・ブラウンが指揮する、プリンス・オブ・ ウェールズアメリカ連隊のロイヤリスト300名、及び第17軽流騎兵連隊の小部隊で構成され、葬式はウィリアム・アースキンとジェームズ・アグニュー各将軍が取った。作戦全体の指揮はトライアン将軍であり、艦隊は1777年4月22日にニューヨークを出港した。戦闘前の両軍の動きを示す1780年の地図 A、 イギリス軍のダンベリーへの抗軍 B、大陸軍のダンベリーへの動き C、イギリス軍のリッジフィールドへの移動 D、大陸軍のリッジフィールドへの移動ダンベリー補給所は1776年に第二次大陸会議の命令で設立されており、主にハドソン川流域に位置する部隊に補給していた。1777年4月、大陸軍はその年の作戦のために連隊を 集結させ始めていた。トライアンの遠征隊がコネチカット海岸に上陸した時、ダンベリーには土地の住人で民兵大佐のジョセフ・プラット・クックが指揮する約50名の大陸軍勢機兵と100名の民兵が守っていた。ダンカンは4月25日に総ガタック側川口に艦隊を停泊させ、トライアンの部隊はその東岸、現在のウェストポートだが、 当時は、フェアフィールドに属していた、コンポポイントと呼ばれる場所に上陸した。上陸部隊は続いて内陸に、約8マイル進み、現在ウェストンに属する地域で宿営した。行軍は、翌日も続き、その日午後早くにダンベリーに到着した。この部隊は物資を移動させようとしていた、クックの守備隊を蹴散らし、小競り合いの中で少なくとも3名を殺し、2名を捕虜に、 した。翌朝早く、イギリス軍は、出発前に、豚肉、牛肉及び小麦粉の損4000内し5000、靴5000足、穀物2000ブッシェル、テント1600丁、などの物資を破壊した。この部隊は、かなりの量のラム種も消費したと伝えられている。イギリス艦隊は、ノーオークを過ぎた時に最初に目撃されていた。 イギリス軍が上陸した時パトリオットの伝令がダンベリーと地元民兵指揮官たちに警告するために派遣された。デイビッド・ウースター少将とベネディクト・アーノルド順位将は伝令が4月26日に到着した時にはニューヘイブンにいた。ウースターは即座に地元民兵をフェアフィールドに派遣した。ウースターとアーノルドがフェアフィールドに到着すると フェアフィールド軍民兵隊の指揮官、シリマン将軍が立ち上がれる民兵なら誰でもできるだけ早くついて来いという命令を残してすでにレディングに向けて発信していることを知った。ウースターとアーノルドも即座にその方向に動いた。シリマンは士官兵を含め約500名の民兵と100名の大陸軍聖機兵を集めていた。伝令による警告は ピークスキルまでも届いており、そこではアレクサンダー・マクドーガルがそこに駐屯する大陸軍病を動員してトライアン軍がニューヨークのウェストチェスター軍に入った場合にこれを阻止しようとしていた。この部隊は死のつく雨の中をダンベリーに向けて進発した。午後11時までにダンベリーの手前わずか約2マイルのベセルまで到着した。 この部隊の持っていた火薬がまみれて戦闘できなかったためにその夜はダンベリーに押し寄せるよりもそこで世を過ごす道を選んだデイビッド・ウスター少将1776のトマス・ハートによるメゾチンとト,トライアンは4月27日午前1時に大陸軍がベセルにいるという方に接しもう1日ダンベリーに滞在しようという丹僚を切り捨てた トライアンは兵士たちを起こしパトリオットの家屋を燃やすように命じた。全体で20以上の建物が破壊された。部隊は夜明け頃にダンベリーを立ち、ウースター将軍の部隊を避けるために南のリッジフィールドの村の方角に移動した。ウースター将軍は優勢な援軍が到着するまでトライアンの部隊を遅らせることができればと期待して、その部隊を2つに分けた。 主力部隊は、約400名であり、アノルド及びシリマン各将軍と、共に田園部を抜けて、リッジフィールドに向い、そこで、別の100名の民兵隊と落ち合って、街を抜ける道路に、出来合いのバリケードを構築した。ウースター将軍は自ら残り200名を率いて、イギリス部隊の後を追った。その動きは、少なくとも一つの橋を壊すことなど、 イギリス軍の動きを遅らせる障害を作った地元パトリオットによって支援された。ウースターは九州攻撃の利点を活かしてリッジフィールドの北約3マイルで朝食をとるために休憩していたトライアン軍の後衛を襲った。ウースター隊はこの最初の交戦で少なくとも2名のイギリス兵を殺し約40名の捕虜を取りその後は交代して近くの森の中に隠れた。 ウースターは1時間後にも再度攻撃したが、この時はイギリス軍も備えができておりその後衛に3門の大砲を据えていた。この時67歳のウースターは兵士を鼓舞して、さあ兵士たちよ、敵のめくら倉ちにおじけづくなと叫んだ後に致命傷を負った。そこはリッジフィールの街の中心から2マイルの地点だった。部下の経験の足りない民兵たちは混乱の中に、 バラバラになった。ウースターはその5日後に、ネヘミア・デーブルの家で亡くなった。その家は、トライアニ将軍が、ダンベリーの宿舎に使ったものだった。ウースターの今はの言葉は、私は死にゆく。しかし私の国が独立できるだろうという強い期待と、信念を持って、と伝えられている。ウースター隊が、イギリス軍を攻撃したことで、アーノルドとシリマンの部隊は、 リッジフィールドで、にわかづりの防衛陣地を構築する時間ができた。イギリス軍はその日の午後にリッジフィールの町の中心北端に据えられたアーノルド隊のバリケードの前に到着した。トライアンはそのバリケードに1時間の砲撃を行わせた後、大陸軍陣地の両側面を探るために文献隊を派遣した。 シリマン将軍はこの動きを予測して、両側面に部隊を配置していたので、これが最初の攻撃を鈍らせた。大陸軍の勢力は3対1で劣勢だったので、トライアンは大砲の援護射撃の下で600名の部隊を含め、バリケード自体に対して、アースキン将軍の指揮により3方向からの正面攻撃を選んだ。トライアンはアグニュー将軍に、 側面攻撃部隊を送るように指示し、その部隊の盾者がバリケードを突破することに役立った。イギリス軍はパトリオットの部隊を追って、街の通りの長さいっぱいに走りながら、戦闘を行い、街を制圧した。大陸軍は12名が、戦死、24名が負傷し、アーノルド将軍の命令下に撤退した。バリケードが破られた後で、アーノルドは、 部下と前進してくる敵軍との間に入り、乗っていた馬は9発のマスケット銃弾を受けた。馬が倒れ、アーノルドはバグに絡みつかれてしまった。その結果もう少しで捕虜になるところだった。アーノルドは降伏を要求したイギリス兵を殺し、足に軽傷を負っただけでなんとか戦場から脱出することができた。その夜、イギリス軍は、 リッジフィールドのすぐ南で野営を行い、翌朝6軒の家屋とエピスコパル教会に火をつけてから出発した。その夜の間に民兵たちは大陸軍のジェデディアハンティントン大佐の下に再結集し、コネチカットから民兵がさらに到着し、ヘンリー・ルーディントン大佐の指揮下に隣接するニューヨークのラッチェス軍の民兵隊も到着したので総勢は約500名になった。 この部隊が翌朝南に移動するイギリス部隊に群れ集まって嫌がらせをする様はアメリカ独立戦争が始まった時の歴史ントンコンコードの戦いで退却するイギリス軍に群れ集まった民兵の姿に似ていた。民兵は手頃な石壁、樹木及び建物の陰からコンポビーチに向かって後退するイギリス軍部隊に対間なく発砲していた。 リッチフィールドの戦い後の動きを追記した1780年の地図 A、イギリス軍の海岸への動き B、大陸軍がイギリス軍に嫌がらせをする動き C、イギリス軍が海岸に出るのを遮ろうとしたアーノルドの陣地 D、イギリス軍のニューヨーク市への帰路一方アーノルド将軍はさらに南で約500名の援軍を集めておりこの中にはジョンラム大佐の率いる 大陸軍砲兵中隊も含まれていた。アーノルドは、総ガタック川を越えて海浜に向かう道路を見下ろす、コンポヒルの上に強固な陣地を構えてから、イギリス軍の到着を待った。トライアンの部隊は、アーノルドの陣地から、かなり上流で総ガタック川を渡った。このことで、アーノルドと、この時は、シリマンが率いていた民兵の追跡部隊は、イギリス軍が、 海浜に到着する前に罠にはめようとすることになった。しかし、イギリス軍は、全速で移動したので、高地を確保することができ、しかも乗船を援護するために上陸してきた新しい、部隊と合流できた。アーノルドは事態に、イギリス軍を攻撃する準備をさせたが、アースキンの部隊による時期を得た、銃剣突撃が、ラムの砲兵隊の決死の行動やアーノルドの部隊を、 拳ようという試みに打ち勝って、人形を突破した。この小競り合いの中で、アーノルドが乗っていた二頭目の馬も撃たれた。またラムも負傷した。イギリス軍は、守備よく乗船し、ニューヨークに向けて出版した。イギリス軍の公式報告書では26名が、戦死、117名が、負傷、29名が不明となっていた。 ペンシルベニア・ジャーナルは1777年5月14日半でイギリス軍の損失は14名の兵士が戦死、10名の士官と80名の兵士が負傷と報じていた。ニューヨーク・ガゼットは1777年5月19日版で40名のイギリス兵が大陸軍の捕虜になったというパトリオットの証言を掲載していた。一方ダグラス・ウス・オール・フリーマンは イギリス軍の損失を、戦死負傷合わせて154名と記していた。大陸軍は、約20名が戦死、40なし80名が負傷と、その損失を報告していた。ただし、イギリス軍は、その報告書で、100名以上のアメリカ兵が、戦死、250名以上が負傷したと主張していた。また、ラム大佐が戦死したとも報告していたが、ラムは、 戦場で死んだと思われるほどの重傷を負っただけで死んではいなかった。トライアンによるダンベリー襲撃とリッジフィールドでの戦いは戦術的にはイギリス軍の勝利だが大陸軍による抵抗とその後この地域でパトリオット民兵の徴兵が進んだことによりこの戦争の残り期間に イギリス軍が再度艦船から上陸し内陸の植民地軍の強固な地域に進行するような試みを控えさせた。コネチカット西部はハドソン川流域を抑えるために戦略的に重要だったがコネチカットの内陸で作戦を展開することもなかった。ベネディクト・アーノルド将軍、ジョン・トランブルが描いた絵を HB ホールが 版画に移したもの、イギリス軍は少なくとも19件の家屋と22件の店と納屋を破壊し、多くの軍需と医療の物資も破壊した。町の推計では、この遠征で1 6000ポンド以上の被害が出されたので、大陸会議にその弁償を請求した。大陸会議はこれに応えて、町の選抜された者たちに500ポンドの手形を発行した。 1787年には、コネチカット州議会に、別の請求が行われ、現在のオハイオ州、サンダスキーを含むオハイオ領土の土地で買われることになった。この襲撃は、地域のパトリオットに対する支援を増すことになり、それ以前は中立だった地域において、トライアンが、パトリオットに対して得た、短期間の有利さも打ち消すことになった。トライアン軍が、 コンポビーチから立ち去ってから間もなく、約3000名のコネチカット市民が、大陸軍予備隊に参加した。1777年5月、リターン・ジョナサン・メグス・中佐がコネチカットから、イギリス軍のニューヨーク植民地、サグハーバー陣地に報復攻撃を行った。コネチカットは、後の1777年9月と10月に、行われた重要な、サラトガの戦いで、 イギリス軍のジョン・バーゴイン中将が率いる部隊を破るために、保冷諸芸ツ少将を支援する騎兵一個中隊と、不評2個連隊を派遣した。またハドソン川のピークスキルを防衛するために、民兵の中隊も派遣した。トライアンは1779年に再度、コネチカットを襲撃したが、その範囲は港町に限られたものだった。イギリス軍が、最後に、 コネチカットを襲ったのは皮肉なことにイギリス側に寝返った後のベネディクト・アーノルドが率いたものだった。1781年にアーノルドが率いたニューロンドンの襲撃はグロトンハイツで民兵隊の頑強な抵抗にあった。ベネディクト・アーノルドはこの戦闘における役割を評価されて報奨を受けた。アーノルドはニューヘイブンにいる家族を訪れた後、 フィラデルフィアに移動して、第二次大陸会議に対し、彼より若い召喚が彼より前に少々に昇進になったことについて抗議した。リッチフィールドでの功績を評価されたアーノルドは、少々への昇進を果たしたが、他の召喚に対する序列は修復されないままになった。また、ダンベリーに対する先の行動で、その勇敢な行為に対する称賛。 の印として、適切なバグを報奨として与えられた。アーノルドの序列は、サラトガでの処理に貢献した後で修復された。ダッチェス軍のヘンリー・ルーディントン大佐の16歳になる、娘、シビル・ルーディントンは、この戦闘の前に、パトリオットのために、重要な役割を果たした。疲れ切った伝令がルーディントンの家に、イギリス軍のダンベリー信仰を知らせるために到着した、時。 シビルは軍内を馬で回って、地元の民兵に知らせる役を買って出た。この行動は、歴史ントンコンコードの戦いの時のポールリビアの気候にも例えられるものであり、雨の夜に40マイル以上も馬を切り回し、パトリオットに警告し、ロイヤリストが部隊を立ち上げるのを避けさせるようにした。ルーディントンの部隊は、リッジフィールドの戦いを支援するには、 到着が遅すぎたが、イギリス軍が海岸まで戻る途中で嫌がらせをした部隊には参加できた。イギリス軍の砲弾、リッジフィールドのキーラー酒場の隅の柱に引っかかった1877年から、リッジフィールドの住人は、戦いから25年ごとに行う記念行事とともに、戦闘を記憶してきた。1908年には、町の設立200周年に絡めて、 元コネチカット州知事、フィネアスシー・ラウンズベリーのタウンストリート邸宅で、丸1日の催しが捧げられた。1927年の戦いから150周年の行事では、ジョージ・ラウンズベリー・ロックウェルのリッジフィールドの歴史が出版され、1976年のアメリカ合衆国建国200年祭には1年早く、戦いから200周年の関連行事が行われた。 200周年と225周年の行事には戦闘の再現が行われ、町のダウンストリートの一部が真実性を高めるために土で覆われた。1854年、デイビッド・ウスターを称える記念碑がリッジフィールドに建てられた。キーラー酒場は現在博物館になっており、建物の側面にはめ込まれたままのイギリス軍の砲弾を展示している。 街中の様々な重要地点に教育用の標識が建てられており、デイビッド・ウスターが致命傷を負った場所や、ベネディクト・アーノルドが撃たれた馬で、動きが取れなくなった場所などを示している。バリケードが置かれた場所に近い石碑は、パトリオットとイギリス兵の遺骸が共に埋葬された場所を示している。ニューヘイブンでは、公共広場がウースターにちなんで名付けられており、またウースター通りもある。 この戦闘の様子は、クリストファー・コリアとジェームズ・リンカーン・コリアの協調で、ニューベリー賞を受賞した、私の兄弟サムが死んだに除雪されている。ありがとうございます。